はい、じゃあ、はい、じゃあ私の講演を始めたいと思います。スピーカーに近いかな、はい、じゃあ10周年記念講演ですね。毎年恒例の、去年はコロナで動画にしちゃったんですけど、やっぱりリアルでやらないとっていうことで、皆さん同じ話を耳たこでっていうふうに思う方もいると思うんですけど、まあ、いつもね、毎年1年に1回この話を聞きましょうっていうことで言ってくれるスタッフもいるので、同じ話をします。で、同じ話をするんですが、ちょっとスピードアップしながらで、一応これYouTube でアップしますが、別にスタッフ向けです。で、一応皆さん聞いてくださいってことで、毎年やっているこの院長講演ですね、私が初心に帰り、また理想を再確認するっていうことで、まあ、一番私に必要なこの取り組みではあるんです。自分自身にですね、話しながらもやっぱり私自身が初心に帰るっていう、この周年講演がどうしてもやっぱり必要で大事だなっていうのを思ってて、だから自分の中ではこの毎年の周年講演だったりとか集まりっていうのはすごく大事なんですね。ということで、周年講演の写真で振り返るっていうのも今回やっていきたいんですが、まあ、ユークリニックのどうしてできたかとか、ユークリニックの理想とか、その辺も皆さんと一緒に私の話を聞きながら再確認してもらう、で写真で振り返るってことで振り返っていきたいと思います。で、先ほど多藤先生が出した会員見学会2011年ですね。で、今回ですね、7周年で池田さんがやってくれたメイキングオブユークリニックスライドショーも松川さんに作ってもらって、YouTube にアップしてもらうことになりました。で、順番もちゃんと整えてくれて、今週か来週にアップできますってことなんで、ぜひ見てくださいってことで、 YouTube でアップするから、それで顔を隠した写真ですね。で、2012年1周年の時の写真がね、これしかないんですよ。周年祭ってやったのかなって。で、この手に持ってるこの袋、これがね、ティラ工房のガラスのコップのセットだはずなんですよ。 いつか記念品でティラ工房さんだったなって。それと、あとはやちむんで、どこだったか忘れたんですけど、花瓶とかも準備したこともありました。で、多田先生と一緒に写ってな写真がなかったんで、周年祭じゃなくて2012年に2人で写ってる写真を探してアップしてみました。で、こっちが2013年の2周年、このね、ケーキね、多分キッチンカー焼いてくれてるはず、うん、そうですね、うちのケーキ型だから。で、これも2周年の写真ですね。で、3周年がジョワジョワのケーキでした、こちらの方ですね。で、これは3周年で多藤先生が喋っている写真で、これが私が喋っている写真で、じゃーん、恋するフォーチュンクッキーやりましたねみたいな、これも3周年ということで、事務長も頑張って、事務長ね、いつもダンス上手ですよね、本当ね、そうなんですよ。で、2015年の11月に外壁塗装を終わった写真です。すごい、この11月秋晴れの綺麗な写真も出してました。で、4周年もジョワジョワだったんですね、このケーキで。5週2年連続ジョワジョワでした、はい。で、ちなみにこのローケーキ、どこのかは、竹若さんか、よく覚えてるのは、これどこのローケーキだっけって、あ、それだ、なるほど。ということで、5周年の写真とはこんな感じで、歌も歌いましたね、みんなでね、はい。で、じゃーんこんな写真もありましたって言って、クラも踊りました。で、これは6周年、これはキッチンが作ってくれたケーキですね。で、これも6周年の写真で、これは6周年混合チームの踊りですっていうことで、で、ブルゾンやったのも6周年でしたっていうことです。で、7周年は EM ホテルでやりましたっていうことで、で、この時にはガリュー先生からお祝いにチョコレート写真入りのっていうことでね、こんな感じでいただきました。で、毎年彩子さんがね、すごい素敵な例を作ってくれて、いつも胸にかけてますけど、こうやって彩子さんが作ってくれた例ですね。で、作ってて、で、8周年もみんなダンスしてる時に事務長頑張ってくれてます。で、9周年は動画で、今もまだアップしてるので、見たい人は9周年余興もよかったら見てください。
でこのケーキもキッチンお手製の素敵なケーキで、このろうそくに 9周年のもついてますね。でこの例ですね。ということで写真で振り返った9年の周年祭でした。でゆうクリニックっていうのはどうして作ったのかっていうところを、まあ、もう一回私と一緒に今日共有しながら、またこれからの1年頑張っていきたいということで、これからも毎年この周年記念公演はやっていきたいなと思いますが、まあ、目指すものっていうのは今自分の中では赤ちゃんのためにっていうことで作ったところから、みんなの赤ちゃん の健康のためにも、妊婦さんが健康じゃないといけないし、スタッフも健康じゃないといけないしっていうところでね、その中でやっぱりキッチンスタッフの健康的なお食事っていうの取り組みっていうのは本当に素晴らしく頑張ってくれてて、みんなの力になってくれてるなと思います。で私の自己紹介、ゆいクリニックができるまで、ゆいクリニックができてからのに関して自己紹介ロングバージョンをやっぱりまだ見てないスタッフはぜひ見てください。で9周年記念公演もかぶってるところなんですけど、ぜひ見てない人は見てほしいなと思います。でこの自己紹介ロングバージョンはゆいクリニックのホームページに院長プロフィールの中に動画で貼っ付けてあるんですね。で意外とねスタッフはみんなねゆいクリニックホームページをねじっくり見てない。だから皆さんじっくりホームページ見て、こんなページがあるんだとか、ちゃんと私のプロフィールの中にね、ロングバージョンとショートバージョンの自己紹介の動画で貼っ付けてますから、まだ見てないって人はもうここでぜひ見てください。で簡単に自己紹介、51歳ですで沖縄在住32年、これ毎年増えてきますね、1年ずつね。で趣味読書映画鑑賞ってあるんですけど、映画はもう全然見れてないですね。読書に関してはもうなんか仕事に関係ある本しか最近読んでないってところで、でもね久しぶりにね子供たちにね読み聞かせる本を選ぶってことでね、小説読み始めた子供にはちょっとなと思うのが自分が読んでるっていうね、そういうので、で最近の読み聞かせでも、読み聞かせに関しても YouTube 動画でアップしたんですけど、私の中でまあもう読み聞かせね、子供たちがねお母さんもういいよってね付き合ってくれなくなっちゃったんですけど、まあ対策としては我が輩は猫である、この上巻下巻を全部読み切ったと、最後途中子供たちなんか聞いてない時もあったんですけど、一応最後読み切ったという、そういうようなことでね、読み聞かせのことを紹介する動画も YouTube でアップしてますから、ぜひ見てください。で去年も紹介した母の紹介ですが、写真は変えました。今年の写真になってます。去年とは違います。ただな内容は一つずつ年が増えただけということで、沖縄在住19年目、内田口勉強中、フルートが趣味でよ時々フルートの音が響いてるのが聞こえると思うんですけど、で、まあ、骨折しても元気に回復して自転車で走り回って頑張ってます。ただ骨粗しょう症あるのでね、皆さんも骨密度まだやってない人はぜひ定期的にチェックしてしっかりと直していった方がいいです。でこれ田道先生と事務長のお母さんで、今年88歳ですね、元気でいます。で私の弟も去年紹介して、今年来る予定だったんですよ。でもコロナが一番すごい7月8月ぐらいで、なんかもし来るんだったら PCR 検査してとか、万が一あなたが感染してたら私仕事休まないといけないから用心したいとかって言ったら、じゃあやめとくって言われて、すみませんみたいな感じで、あの時はちょっと夏ね一番沖縄がやばかった時期だったんで、もう残念なんですけど、また来年娘が高校3年生なんで受験で来てくれないとあれかなと思うんですけど、また来てもらいたいなと思っているところです。で私が産婦人科医になったっていうところでですね、この辺は自己紹介に入れてるのでかなり端折って、いろんな本を読んで自然なお産っていうのはすっごい興味を持って、産婦人科医になろうと思いつつ自分も妊娠して、それで95年の2月に1人目を出産して、田道先生も国家試験前だけど東京に来て駆けつけて立ち会い出産もしてくれたっていうところですね。で子供と一緒に離れないでいるって、もうこれはねだからその西前から見た自然出産の本で、私の中でやっぱりすごい最優先 でこの時はね、でも早期接触って知らなかったんですよね。だから2人目も早期接触のこと知らなかったんで、2人目までは早期接触やってないんですね。で3番目は早期接触やったけど子供が多呼吸で結局 NSU に入院しちまったっていうね、そういうことがあったりするんですけど、まあ1人目は何も考えてない感じで、助産院の先生にも35週で里帰りで行った時に自宅出産しますって言った時に、それだったらどうするつもりなわけって怒られて、どうするつもりも何も私予約したんですけどぐらいにね、もう本当になんかわけわからない初産婦だったんですけど、まあなんとかね問題なく生まれてきたから今自分がここで元気でいるかなと、お産で何があるかわからないっていうところではあるんですけど、まあただ長女の
出産を経験して、やっぱりもうあの赤ちゃんに優しいお産をサポートしたいという気持ちはずっと持ちながら、まあ、仕事の中ではなかなかあのうまくいかない自分が未熟なところで、まあ、あの産婦人科4年目にあの大野先生の本を、上司がこんな本あるよ、お前好きだろうぐらいな感じで紹介してくれて、あのそれがあの今帝世界でお手伝いされている入江先生なんですけど、まあ、そんな感じで、その当時だからね、荒崎先生と入江先生と那須病院で働いてたって。でそれでその後ですね、あの、留大に戻ったところであの次女出産して、で飛鳥院であの里帰り出産させてもらえた。当時飛鳥院ね、開院してね1年か2年目だったんですよ。でその時には里帰り出産を受け入れしてたっていう状況で、あのその後あの転院するちょっと前はもう忙しくって里帰りとかも受けてなかったっていう時期があって、だからまああのタイミングがあって本当に良かったなっていうところなんですけど、で第二子出産して、であの産婦人科の外来で働いたところで、あの母乳育児で、あの自分がやらないと誰もやらないってところから母乳育児を勉強することができた、まあ、いろんな巡り合わせがあるかなと思ってはいるんですけど、まあ、自分自身の母乳育児の知識っていうのは産婦人科医でも本当に勉強しなければ何にも知らないで、っていうところで、あの子供第二子あの仕事復帰した時にはあのおっぱいをね絞って捨ててたっていうところなんで、皆さんあの復帰した時にね、なんか捨ててる人いましたよね。だからもったいないって、だからもうちょっとあのそれってあの本当に母乳のエネルギー、あの栄養って素晴らしいっていうところをね、やっぱり学んでいく必要がある。で母乳もそうだし栄養もそうなんですけど、やっぱり自分自身が学んで自分のものにして人に伝えていかないと、やっぱり自分の実践に結びついていかないっていうところは本当にそうだなってことで、最近患者さんにもあの私の YouTube 動画見てねって紙渡して、でやっぱりこれあの見て家族に伝えてねっていうのを言ってるんですね。でじゃないとあの自分が理解して伝えるっていうことをしないと全然分かってないし、その上だからじゃあこれぐらいいいやっていうふうに、やっぱりこの継続が難しくって、あの健康的な食事っていうのをキープするのが難しいよねっていうところなので、ぜひあのその辺で皆さんもあのうちで学んだことをあの周囲の人に伝えていくっていうことをぜひあのやっていけた、言ってもらえたらなと思います。であの母乳育児に関してはあのその2番目生まれてから勉強し始めて、まあ、ラクテーションコンサルタントの資格も取り、うちでだからあの、早原さんと私とあと前田さんがずっと勉強してあの単位も取って今年試験受けに行ったっていうところで、まあ、資格取るんですけど、ラクテーションコンサルタント日本では別にあの助産師や医師は取る必要はないんですけど、まあ、勉強するなんていうのモチベーションにはなるかなと、この資格を持ってるってことは。だからあの、自分自身もだからあの今回ラクテーションコンサルタントの資格更新のためにあのあれ e ラーニングであの単位を取るって言ってあの勉強したんですけど、でそこでやっぱりあじゃあこういうこともあの確認しようとかそういうのが出てくるってことで、やっぱり勉強はないつまでもずっとあの続ける必要があるなっていうのはすごく実感してて、何に対してもですね。であの、まあ、e ラーニングあの大変ってところあるんですけど、まあ、隙間時間でいろいろ工夫してあの勉強していくことができるかなと思います。であのおっぱいっていうのは本当にものすごいあの素晴らしいもので、一滴でも捨てるのはもってない。であのこの間であの自宅出産した人がなんとおっぱいをあの絞って電子レンジでチンして温めてあげてたっていうね、そういう話もあって、で赤ちゃんの体重も増えてなかったとか、だから本当に知識って大事だなっていうところで、まあ、自分を知らないとあの子供の離乳食にあのパンに牛乳ぶっかけて柔らかくして食べさせてましたからね。あの今から考えるとすごいひどいことしたなと思うんですけど、でもそういうこともありました。であの第二次出産後ですね、まああのその産婦人科医しかいない小児科医も助産師もいないところで仕事を経験した後に、誰もいないのでやっぱり麻酔も自分で しないといけない。大きい病院だったら帝王切開って言ったら麻酔科の先生がやるし、あの赤ちゃんの診察って言ったら小児科の先生がやるしっていうところで、もう全部自分でやらないといけない。呼吸が早い赤ちゃんがいて見てくださいって言われて、何をどうしていいかわからないっていうところからやっぱり勉強をしないといけないって感じで、麻酔の研修させてもらい、それからあの新生児集中治療室で研修させてもらいっていうこと であと留大で働いた後に浦添総合病院に就職したんですね。で浦添総合病院
院では2回の産休育休を含めて子ども2人出産する間も含めて6年間勤めさせてもらったっていう感じなんですけど、まあ、浦添総合で赤ちゃんが生まれたばかりは普通に早期接触であの赤ちゃんはお母さんに抱っこされてたんですが、赤ちゃんの呼吸状態が悪くて治療が必要になった時にあの小児科の先生がですね、あの非常に強くあの赤ちゃんはあの診察してからじゃないと抱っこさせないって決まりができてしまって、まあ、私としてはね、生まれた赤ちゃんがすぐお母さんに抱かれずにインファントウォーマーに行くなんてちょっとありえないみたいな感じでね思ってはいたんですけど、まあ、仕方ないと思っていたってところで、まあ、でもこう時々元気そうだからって言って乗せると助産師が先生また決まり破ってみたいにバトるわけですよ。もうすごいストレス でそういうことがあって、で上司からも自分でやりたいことやりたいんだったら開業したらみたいな感じで言われたところから、まあ、その時3人目妊娠中だったんですけど、まあ、あの開業するって言って言い出して、で出産後にですね、あの2008年8月にこの土地を買って、でも買った後もですね、あの太郎先生ずっと、あのでもあの別にここに普通にお家建てたっていいじゃないか、開業しなくたっていいじゃないかって言いながらも、設計士さんをですね、あの11月にあの外の作家さんと出会って、あの、ね、ここにお願いするって言って、でまああのずっと検討していて、で3番目が NICU 入院したり妊娠中のことでいろいろやっぱ大変だなっていうのがあったので、で生まれた後に赤ちゃんが入院してしまったっていうことですごい後悔があったので、4人目も欲しい、開業もしたいってところでね、もうどっちかにしてくれって言いながらも結局両方あのやったというところで、あの開業もしたし4人目も産んだと。でもね、でも田中先生、あの私本当にあの感謝してるのが、あの開業してすぐに子供があの1歳9ヶ月で開業して、あのまだおっぱい飲んでて、あの夜中、今と違って今はね院内助産で助産師さんの夜のお産とかも見てくれたりとかして、あの本当にあのすごい素敵なケアをやってくれてありがたいんですが、当時はだから助産師と私と2人、助手もいない2人でお産を見るっていう状況で、お産終わったらもだから2時間地までやっぱりずっとなんだかんだでずっとそこにいるじゃないですか。そして夜中のお産があればもうずっとそのお産のところにいて戻ってこれないわけですね。でそしたらあのいつもお母さんと一緒だったら寝る息子が、あの夜泣きした時にお母さんいないと起きてってか泣き続ける、でそれを抱っこして、であの泣き止まないから一旦目を覚まさせて外を眺めて、なんかあのそう夜中に通るクレーン車とか見たら子供があの車を見て興奮して、でそれをあやしながらなんとか眠くなってきたなと思ったら水飲ましてもう一回寝かしつけてっていうのをやってくれてたっていうところで、もうあのいや、あのやっぱ開業か4人目どっちかにしてくれって言われた気持ちは本当に分かるなと、あの時の大変さは本当に私も大変だったけど忠夫先生も本当大変だけど頑張ってくれたなって、でもあの、まあ、そういうふうにあの 今もね子どもたちの送迎だなんだですごい頑張ってくれて、育児のサポートっていうところで頑張ってくれて、家事もね、あの当時だから忠夫先生が掃除もねすごいやってくれて、で、まあ、家事に関してはだからもう本当にすごいあのスキルアップして、私が干した洗濯物気に入らないって言って干し直されたのであのそれでもう私は洗濯担当から外れたんですねっていうこともあったので、まああれなんですけど、あのやっぱりこの開業をするっていうところで、でここはちょっと開業前のあの産クリニックの見学の写真、去年も出しましたけど、まあ、産クリニックを見学させてもらったりとかして、で今年ですね、あの宝蔵先生のあのご縁であの山形先生の本をあの送っていただいて、あの受付でまた販売してますよってことで、この間ね YouTube 動画にもアップしてますけど、この山形先生はあの産クリニックでもう素晴らしい取り組み、もうあの羽ばたきの会はあの会員して20年経ったところで、18歳から20歳の会員当初に生まれた子どもたちを招いて、あの成人になる子どもたちに向かって手向けになるような講演をされたとかね、あの3歳の会とかね、いろいろねもう素晴らしい取り組みやってるし、いろんなあの子育てのサポートだったり大人のメンタルのことだったりとか講演もされて、それがあいなりホールっていうすごい素敵なホールなんですけど、まあ、そこでされてるっていうことで、で、まあ、あの私のイメージとしてだから、ここの狭いけどこのサンルームがそういう講演とかね、いろんな取り組みができるっていうようなイメージであの作ったっていうところなんですけど、まああの山形先生のその長い経験の中で あのお産に対してだったり早期接触だったりとか、あとあの子育てに対してのアドバイスが詰まってる本で、もうあのもう子育て終わった人は孫のためにとかね、あのそれからあのこれからまだ産んでない人はあの今後将来のためにぜひ読んでもらいたい一冊かななんていうふうに思ってます。で
黒川産婦人科を見学したっていうの前も講演で話してますけど、だこのナースステーション内に分娩室や陣痛室があるっていうようなね、そういうこの黒川産婦人科のナースステーションの様子を見てうちの設計も変えたという感じで、やっぱ動線のこととかね、動きに関してっていうことで参考にいろいろさせてもらったっていうところですね。で今新都のね設計もやってますけど、いろいろこう工夫するのにしすぎることはないっていうか、だから今皆さん作ってる時に自分たちの働きやすさとか動線とかどうやって動いたらいいのかっていうのはぜひ皆さん自身が結局考えるチャンスなので、設計図ぜひ忠夫先生今どうなってるのって見せてもらって、見て意見は言ってください。今ならまだ変えたい。でここのこれ2009年の12月なんですけど、この黒川産婦人科の見学に行ってから最終の設計変えてもらって確認建築確認申請出して着工したっていうところなので、ぜひそれをやってください。で2010年の2月にこれ黒川産婦人科もそれから産クリニックもこの4番目を妊娠中に見学に行ったんですけど、で2010年の2月に次男が生まれて、で11月に開業したってことで、で10年を振り返るってことで2011年11月の子供たちの写真があったので、これ写っての顔を隠しちゃってますけど私のおばです。このこっちに引っ越すまではもう本当にもうおばもうちの母が来るまではこの子育てをサポートにしてくれてっていうことでね、で2011年12月で10年ということで今年3月子供たちだいぶ大きくなって長男だいぶまた背が高くなって私とほとんど変わらなくこの1年でだいぶ身長伸びたんですけど、で2010年11年の10月に建物が完成して引っ越しして11年の11月1日開業ということですね。でさっき太郎先生が言った1人目の赤ちゃん誕生ですね。でうちでのこの方の 2人目というか4人目が2013年で3人のお姉さんが立ち会った。で2016年にさらにその妹が生まれて、ゆうクリニックで3回目の出産で4人のお姉ちゃんが立ち会ってくれた。でうちでの3回目のお産の時の長女さんが当時小学校3年生だったんですけど、お友達と一緒にお母さんに素敵なメッセージを書いてくれて、前も紹介してますけど、ママへ赤ちゃんを昨日産んでくれてありがとう、あともう一人生まれてほしいなっていうようなメッセージをお母さんにねお手紙を書いて、もう本当に素敵ですよね。で2018年の8月にうちで4回目の出産をされて5人のお姉ちゃんが立ち会って6人姉妹になりましたっていうことで、もうこれで終わりですっていう年齢がもうちょっとね若ければもう一人も考えたけどっておっしゃってましたけど、素敵なお産をされました。でゆうクリニックができてから、これは去年もね9周年の時に同じように話してるんですけど、イルカクラフトのご縁があって、会員の時にはイルカクラフトさんから素敵な木の置物もいただいて、ありがとうの再対箱は今も採用して使わせてもらってるんですが、ありがとうの再対箱別に再対じゃなくて小物入れとしても全然 OK なので、受付ではね小物入れですっていうことでぜひ宣伝してもらえたらいいかなと思ってます。で待合室に飾ってあるイルカクラフトのこの時計、皆さんイルカクラフトさんの時計だっていうの知ってますかね。知らない人はもう一回ぜひ見てみてくださいね。で山形先生からは経営理念しっかり考えた方がいいですよっていうことで隅田先生をご紹介いただいて、隅田先生と講演経営理念を作ったっていうことで、もう一度経営理念を振り返りたいと思います。今ね朝のミーティングで理念書はしてませんけど、誕生と旅路の最良のパートナー、父と母の結び、慈しみの中から生命は誕生します。生命は自然との唯、母と子の唯、家族との唯、社会との唯の中で育まれ、未来との唯を作るエネルギーを蓄えてきます。私たちゆいクリニックはその誕生と旅路の最良のパートナーとして、ご縁ある人々と共にゆいクリニックファミリーの輪を広く深く温かく結び合っていきますっていうことで、結びつきを大切にするっていうことで の経営理念一つ目ですね。でホスピタリティは掛け算、相手の喜びを自らの喜びとするスタッフが素晴らしい唯のチームワークを発揮することで、ご縁ある人々と共に生涯の思い出を創造します。
ホスピタリティとは何ぞやっていうのは、あのおもてなしの心っていうふうに考えてもらったらいいかなと思うんですけど、でそれを説明する言葉として、ホスピタリティの原点は歩み入る者に安らぎを、去りゆく人に幸せよっていう、そういう言葉副題をつけて、あの皆さん、あのおもてなしの心をしっかり持ってくださいということで経営理念作ってます。3番目が幸福感があふれる職場、スタッフにはご縁ある人々との生涯の思い出創造のために主体的に判断し実行する力が与えられています。一人一人が自分の生きている価値を日々確実に感じ、さらに高め合い幸福感があふれ出る職場を作り続けますということで、あのこれですね、やっぱりいろいろ批判があるんですけど、私の中ではあの自分がユイクリニックで働くことですごくこうたくさんの やりがいを見つけているで、そしてあの仕事を通してね、さらにあの充実しているあの人生を送れているっていうことで、皆さんがあの職場でここで働くことでより幸せになっているというふうにかあの感じられるようにしていきたいっていうことなんですね。でこれに関してはね、かなり批判があって、前からね、院長があのこんな言うけど全然なんかあの楽しく仕事できないっていうね言われたりとか、全然幸福感あふれてないじゃないかっていうのは散々言われてます。であの私自身だからその辺はもうなんかいろいろこう紆余曲折しながら、でもあの目指すところはここです。皆さんもここで働いて、あ幸せだなって、あ自分ってすごいできるなっていうのを感じられるようにあのなってもらいたいと私は思ってるんですが、行動と理念が伴ってないでしょうっていうところに関しては、まあ、やっぱりねあの批判を指摘を受けて自分自身修正してあの前向きに頑張っていきたいというふうに思っているところです。4番、コミュニティへの貢献、地域社会に溶け込み心身の健康を守る一端を担うとともに心の文化の向上に力を尽くし社会の結びつきに貢献します。でこちらに関してもあの地域っていうのがね、だから今地元の人たちの交流とか、あのそのご近所さんというところではまだなかなかあのその辺がうちはまだできていないところで、まあ、時々ねあのいろいろ地元の交流いろんなイベントに参加してるっていうようなあの会社とかそういうところもあったりとかすると思うんですけど、まあ、あの今そこまで手が回ってないところですけど、私自身としてはだから社会の結びつきっていうところで、まあ、広く社会にもあのユイクリニックのことを発信していくっていうところでは、あの、まあ、院長コラムだったり YouTube だったりで、あの本当に全国からホームページを見てくれて、あのうちのあの私が挙げている健康に関することとかに興味を持って見てくれる人がたくさんいるっていうところでは、あのこう社会に貢献するっていうところもできているじゃないかなというふうに今のところは思っていますが、一人一人皆さんがなんかユイクリニックのスタッフとしてあの地域に何かあの還元しているっていうようなことも今後できていくといいなというふうにはちょっと思っています。であとはロマンを支えるステージ作り、必要最低限の経営規模で必要最大限の力を発揮するために医療と経営のいいものを大切にします。これはあの経営的なこと、経済的なことに関してもやっぱりあの職員があの十分にあの経済的にも給料含めてですねしっかりあの回っていく、だから赤字の経営ではあのやっぱりどうしようもない。ただしそこでなんかこうなんていうの、単に利益だけを目指してお金を儲けようってだけに集中してしまうと、あのそれはあの健全な経営にならないっていうところなので、あのその辺でスタッフ一人一人がでも無駄はなくしっかりあの利益を出す、だけどその目指すところはあのスタッフの幸福であり、あのうちに来てくれる関わってる人たちの幸福で、それを目指してあのウィンウィンの関係であの来てくれる人たちがあのうちのケア、あの診療だったりとかね、全てにあの非常にこう価値を感じてくれてお金を出してくれて、で来てる人たちもやっぱりすごくあの幸せになれるし、で私たちもそれによって対価をちゃんと得られる、そういった形のあの経営、健全な経営ってところですね。でそれに関してもやっぱり今日来たあの患者さんがですね、あのここに通ってもうすごく元気になりましたっていうふうに外来でも言われたり、お産してる人たちがやっぱりユイクリニックでお産してすごく幸せでしたって言ってもらえる、でそういったことがやっぱり私たちのみんなのモチベーションにつながって、あの私たちの自身の幸せにもやっぱりつながっているかなと思うので、そういったこともトータルで含めてあのみんなでより良いものを追求
していけるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、あの昔 の, あの話ではあの感動物語コンテスト忠尾先生が頑張ってくれたり、あとはあのサステイナブル建築賞を取って、であの この2019年のパンフレットにはね、ユイクリニックも掲載されたりしました。で、なんかあの佐久川さんから紹介を受けてうちを見学したいですってことで、来週か再来週にまたあの建築あの見学に来るって方もいらっしゃるんですけど、まあ、いつもあの私思うんですけど、あの本当によく考えられたあの素晴らしいあの建築物だなっていうのはあの思います。で、池の音聞きながらあの幸せだななんて思って、こっちの緑も本当に素敵だななんて思ったりしてます。で、あと BS ケア、これはですね、助産師たちがね本当に頑張ってくれ、そもそもはあの最初に開業前にね、沖縄で私が BS ケアを開催のセミナー開催して、その後ねあの関わった人たちがいっぱいどんどん発展させていってくれたっていうところですね。で、 BS ケアっていうのは痛くないあのおっぱいケアっていうことで、あの助産師みんながこれを学んで素晴らしいケアを手よく出張してくれて本当にありがたいなと思います。で、あの今年去年とね、あのビーチパーティーできてませんけど、あのまあいろいろスタッフの交流とかもね今後やっていきたいなとは思ってます。で、あの2014年にあのアマンダさんがあのうちで関わるようになって、であのアメリカ人のお産の人たちがどんどん基地の関係者がね増えてきて、で2017年にあのアマンダさんがあのアメリカに引っ越した後はレイチェルさんが2020年4月まであのサポートしてくれてました。で、その後ですね、あのアマンダ2代目アマンダさん、アマンダ・ウィンさんが今年の6月まであの患者さんの紹介とかね、いろいろフェイスブックとかもサポートしてくれて、アマンダさんあのアメリカに行った後、今メインの人っていうのは特にいないんですけど、まああの通訳さんもサポートを受けながら、あのアメリカ人の人たちはやっぱりフェイスブック通してあのうちでの自然なお産っていうことでね来てくれてるっていう状況ですね。で、あとはあの2014年の越智恵子先生の講演会ですね。で、越智恵子先生作詞作曲の大満足の歌、英語バージョン、越智先生にやっぱり前聞いた時にあのサティスファクションっていう風に訳したんですけど、大満足サティスファクションじゃないよねってことで、去年かな、あの英語の歌詞をベリーハッピーに変えてみたっていう感じで、で今はこれでやってますね。で、あとはあの2019年にあのイエモホテルであのずっと行われていた座禅談実会、越智恵子先生と野口宝蔵先生があのされてましたけど、20年 の, あの談実会の時にはあの越智先生はちょっと体調不良で、あの宝蔵先生があのされてて、ここであの座禅談実会であのその時に宝蔵先生がねあのお経を読んでるのもあの聞かせていただいて、あの宝蔵先生は般若心経もいいけど観音経がいいんですよっていうことで、まあ、観音経のお経 の, あの歌詞じゃないなんていうのお経の紙書いてある紙もいただいて、でそれで今年はあの私の余興は観音経で行きますので、これから後でやりたいと思いますが、よろしくお願いします。で、2013年の時はこういう色だったんですが、2015年の11月に海壁塗装を塗り替えたというところですね。で、あとホメオパシー、あの板村先生が、ね、沖縄に来てくれたこともあって、2015年からはホメオパシーのあの中間コース上級コースを受けたりもしたんですけど、今年はねあのオンラインでホメオパシーコースをやることになって、このコースを再受講オンラインでやることになりました。私の方でですね、ホメオパシーもうちで取り組んでいるってことですね。で、当直の方はですね、あの2015年まで会員してから、まあ、4年ぐらい3年半ですね、お留守番を置かずにあのいたんですけど、まあ、あのお留守番してあのもらって、あの内地に出かけてあの行ける機会をいただいて、まあ、あの今あの時々行ってるって感じですね。で、あのこの2015年 の, あのホメオパシー研修受けた時には2ヶ月に1回あの2年にわたって出かけたっていうこともあったんですが、まあ、去年コロナでほとんど出かけなかったんですけど、まあ、あのちょこちょこあの出かけさせてもらっているってところで、お留守番サポートの先生方にはね本当に感謝してるんですけど、で去年からはね、あの加藤先生も外来のサポートを来てくれてるってことで、まあ、あのその辺で非常に私も自分であのまた勉強してスキルアップする時間が取れてるってことありがたいなと思います。あとは内山先生もあの、まあ、今年もオンラインであのちょっと講義を受けたりしていろいろあの勉強させてもらったりはしてるんですけど、あの2016年の2月に沖縄で講演会を最初にやってもらって、であのその後ねあのまた2019年の1月にもあの今度は大きい
回ではなかったんですけど、こちらで妊婦さん向けに講演会をしていただいたっていうことがあります。で、内山先生のねは本をもう本当にたくさん出されて、どん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 新しい本を出版されていて、毎回勉強させていただいてるってところなんですけれど、で、やっぱりこの食べたもので体は作られる、このことを私たちは忘れないようにしないといけないと。で、病気になってから病院に行くのではなくて、病気にならない体を作る、病気を予防することが大切と。で、何を食べたらいいのか、どうやって過ごしたらいいのか、こういったことをですね、私たち自身みんなで学んでいく。で、ありがたいことに診察室についてくれるスタッフがナースだけじゃなくって、事務スタッフも患者さんにそういうことをね説明できるように私の話を聞いて分かってくれるなって、本当にそれもありがたいなと思います。で、子どもの時に何を食べたかからも始まってると、病気でなる前の元のところですね。ですので本当に生まれる前、生まれてから、生まれた後っていうところで、ゆいクリニックでは全て妊娠前の若い人たちにも情報発信していかないといけないっていうところで、妊娠したいって考える前から本当に大事だっていうところですね。なんですが、今小さい子供がいる、もしくはもう思春期になった、成人した、で、そういう人たち全てにですね、やっぱりこの虫歯だったり腸内環境だったり運動だったり生活だったり、子供時代に遡ってそれをしっかり整えていくってことが大事ですよね。で、実際にでも私自身が子供にその教育をできてない、うまくできてないっていうところがあるので、それは難しさ感じてます。だけど知らないとできないっていうところなので、それはもう学び続けるかなと。あと性教育に関しては寺田恵子先生の命の授業、これと、あと徳永先生、今度ですね、11月にまた沖縄で講演会やるんですけど、今回は沖縄では、ゆいクリニックでは講演しないんですが、去年は唯一リアルでやったって言ってましたね。この場で講演会やってるんですけど、徳永先生ですね、3歳から始める性教育で、琉球新報の取材も来てくれたっていうことがあります。あとはプラセンタですね、原クリニックが組織療法もやってるということで、向こうまで見学させていただいて、2019年の8月からゆいクリニックオリジナルのプラセンタ療法、メルスモンはね、2014年ぐらいからはやってたと思うんですけど、自信を持ってプラセンタすごくいいよって言って患者さんに勧められるようになったのは、多分このオリジナルやるちょっと前の2016年7年ぐらいからかな。それまでは産後のお母さんの乳汁分泌不全にプラセンタ勧めるってこともあんまりなかったので、で、2020年の4月に歓送迎会を東南植物楽園でやった、あとはちょっとリアルでの大きな集まりとかもね、忘年会も新年会とかそういうのも全部今お休み中なんですが、各チームとの食事会、これも去年は各チームと一緒にやったんですが、で、今年に入ってですね、この間からリーダーや常勤者と一部の人と食事会っていうのを始めたところです。で、私と少人数での食事会やるので、各部署は部署ごとでみんなで全員参加で食事会をしながら交流を深めてもらうっていうような取り組みっていうことに今年はやろうかなと。で、今後またいろいろね、皆さんの意見も聞きながら、よりよくこう部署のコミュニケーションだったり全体の集まりも含めて考えていきたいなと。なんか GoTo キャンペーンとかも沖縄でまた再開するとかで、コロナも下火になってきたから、いろいろそういう集まりとかも含めて解禁のムードになってきてるかなっていうところではあると思うんですけど、その中でスタッフの交流もやっていきたいと思ってます。で、今日もね、すっごい素敵なケーキ、美味しかったです、ありがとうございます。甘いものあんま食べてないから、きっと食べたら血糖値上がってると思うんですけど、今日はね、もう血糖チェックもねしないでね、食っちまいました。美味しかったです、すごくありがとうございます。で、これクリスマスケーキとかね、で、今日はキャラブチップクッキーなのな、だったクッキーをすごい美味しかったです、ありがとうございます。で、ティダコウボさんの器、今年来たんですけど、私だからこの会員当初から、会員前からね、ティダコウボさんの粒グラスが好きで、あれも買ってね、クリニックで使ってねってやってますけど、このやっぱり素敵な器で食事とると美味しいですよね。ご飯とかもやっぱりすごいいい茶碗で食べるとより美味しいなって思ったりとかして、で、これも使い始めてますからね。で、この使ったティダコウボさんの器ですっていうのも入れて、インスタとかもじゃあアップしてもらえるといいかなと思うんですけど、
あとはアイベ体操とかね、カイベ体操とか、あの健康の取り入れて、で西式健康法ですね、こちらの方もあのなんかね、西式健康法についてのあの YouTube 動画ってアップしてなかったってことで、私も気づいてなかったんですけど、前田さんが今作ってまた YouTube アップしますっていうことでですね、スタート、あの最初に西会で西先生に来てもらって、あの講演会してもらったのが2019年なんですけど、まああのその頃からも毎日あの私もあの西式のあの背腹運動とかやるようになって、で、まあ、継続が大事なのと、で未だに、まあ、上手にできてないなって自分で実感する時もあるんですけど、続けているってところですね。であの西式健康法だから、あのこれ自体が昔この西勝蔵先生があの西式健康法をあの発表した昭和の初期は、この当時の人たちは一日にもう何キロも何キロもいっぱい歩いていた。だからこの健康法さえすればあの健康になれるっていう時代だったんですね。で今全然歩かないで、これだけやっても健康にはなれないってこと、つい最近私はあの分かって、あのそれであの西式プラス朝はほんの10分15分なんですけど、あのウォーキングをここ1ヶ月ぐらい真面目にやってるかな、始めるようになってきてる。であのオーラリングつけてあのいると、あの1日に歩いた歩数と運動量をあの評価してくれるんですよね。オーラとフィットっていうあのアプリがあの連動してて、でフィットであの運動目標を達成したかどうかっていうのをあの点数化してくれるんですよ。1週間で150点取ると寿命が延びますって言って、あ今週は150点いかなかったとか点数化される。皆さんも何らかのね、そういう客観的な評価があると自分が運動できているのかどうかっていうのが あのある程度分かるんじゃないかなと思うので、おすすめです。西式さえやってればいいってところから、一旦2年半やめてたカーブスも復活して、カーブスもほとんど来てないんですけどね、まあ、でもそれであの運動してるってところですね。で上級式を講習会受けてもらって、であの玉名先生あの93歳だったかな、あのなんですけど、あの講演にもいらしてもらって、あの玉名先生もずっとやってる、あの95歳か、あの西式を50年やってますってことで、で牧野出版さんがあの来年3月出版予定で、あのなんと島袋文監修であの玉名先生の本をが出るということで、私が西式の監修って何ぞやって思うかもしれないって言ったら、まあいいんですよって、先生がやってる健康法を紹介すればいいんですからみたいな感じで、なんか玉名先生に私が監修って超おこがましいって思うんですけど、まあそんな感じで、ね、あの朝食抜きの牧野出版の甲田先生の本がもう出版されて何十年もなるんですけど、いまだに増版されてるそうなんですね。で牧野出版さんがその玉名先生のことを知って、じゃあこれもっていうことで、あの朝食抜きの紹介の本を今度出版されるってことですね。であの西式っていうのは精神的にも肉体的にも壮大にあの最高のものを作っていくっていう目標があると。で精神面では悟りがあって迷いがない、肉体面では無感っていうのは、例えばどっかが痛いとかそういうのがあるとそこにあのを感じるじゃないですか。どこ肩起こるとか足が重たいとか目が痛いとかかすむとか、そういう何も感じないのが本当の健康ですと。でこの最高の状態っていうのを西式健康で作れる上に、誰でもどこでもできてお金もかからないということでね、あの実践続けていくとより健康になります。まあ、自律神経を整えるということですね。あとはあのイート、あのコロナ後遺症にイートっていうことで、あの通っている人がね、あのここのとこだいぶ増えてきたんですけど、まあそういっても5人ぐらいかな今通っている人がっていうことなんですけど、まあその中でもやっぱりあのイートでもすごく良くなりましたって、本当になんかあの朝起きるのに1時間かかってたっていう人が、10時間寝て朝起きるのに、ベッドから這い出すのに1時間かかってましたっていう人が、あの9回目この8回目かな違うもう6回目ぐらいでだいぶ元気になりましたって、最初に20回かかりますって言ってたんですけど、まあもう5、6回でこの人は良くなった、まああの20回近くでやっと良くなりましたっていう人もいたんですけど、やっぱりいいとすごく効果があるっていうのは感じてます。であのいろんな病気に効きます。難点はすごく痛いというところなんですけど、あと清血しらくですね。でこちらの方もあの稲松先生に講演来ていただいて、あのすごくあの経絡に強く働きかけることができるということで、あの取り入れて行ってます。であのホームページは2018年12月にあのリニューアルして、あのサイトスパイラルさんがね非常に素晴らしいホームページを作ってくれて、であの人気の記事、これあのこの間私このスライドを作るって言って数日前にアップしたのが、以前ですねあの一番多いのがあの鉄動画だったんですけど、今はトップ
この2年ぐらいかな、で1年か、1年間でのトップはユークリニックのトップページになってますね。あと揚げ物鉄材とかね、砂糖とかこの辺ですね。ただあの7月から急にアクセス数が減ったってところがあるんですが、でもあのやっぱりホームページ見てくださる方が非常に多くって、あのうちのあの内容を世間に発信できてるかなと。でここで前もサイトスパイラさんが言ってたんですけど、9割携帯で見てますよと、だから携帯で見やすいようにしないといけないんですよっていうのは毎回言われてます。であの長くなってるんですけど、今私何分ぐらい喋ってますかね。一応あそうなんで1時間弱を目標、もう45分も喋ってんの。あらそうそんなに喋った気がしないんですけど私的にはそうなんですね。でも私あのだってほら1年間をさたった1時間で凝縮しようとしたらさ、やっぱりそうなんじゃないか。でしかもここのところさリアルに喋らせても喋らせてもらえなかった1年間。であの再度ユイクリニックを作った私の動機はさっきザッと流しましたが、早期生殖、生まれた赤ちゃんがお母さんの胸に抱かれて幸せな誕生を迎える、これをサポートしたい、それがもうユイクリニックを作りたいと思ったもう動機です。でそこからがスタートで、赤ちゃんがショックを受けずにいる、赤ちゃんに優しいお産、そして出産直後だけじゃなくて入院中ずっと赤ちゃんが怖い思いをしないでお母さんと赤ちゃんを一緒にいられるようにサポートする、母子同士と母乳基地のサポート、お母さんと赤ちゃんの絆づくり、これが原点です。こっから始まりましたっていうところで、で赤ちゃんはもうあの生まれてきた後にだからもう体重測る時にはギャーギャーギャーが泣かせて、お母さんからいきなり離されてびっくりするのが嫌だから、もう体重は測って赤ちゃんをくるんで体重計に乗せてくれってね、もう手間だけどそうやって赤ちゃんに優しくしてほしいってお願いして、自分がいろいろ早期接触でお母さんと話さないであの赤ちゃんとお母さんを移動させてほしいから抱っこしたままストレッチに乗せてくれとかね、そあの帝王切開の時もずっとお母さんと赤ちゃん一緒にいてもらいたいから、あの移動の時もずっとそのまま抱っこして移動させてほしいとかね、もういろいろこうお願いしてそれを叶えてくれるスタッフの素晴らしさっていうところも本当感謝です。なんでかっていうと浦添総合の時にはあの助産師がもう私外来に行かないといけないからって言って、もうちょっと抱っこさせてほしいって言ってもあの今とママじゃないなんていうの区別に入れて運んでっちゃうんですね赤ちゃんを。であの部屋に戻ってからもう赤ちゃんとお母さん抱っこしてたらやっぱ見守らないといけないじゃないですか、その手がないって言われて、だから今もう本当に一人がもう完璧に手を切開がもう助産師がずっとお母さんを見守ってお母さんと赤ちゃん一緒にっていう風にやってくれる、そういう風なケアをするって、全国探してもなかなかないです、こんなことをであのしてくれるところは。助産師も本当に素晴らしいし、それを叶えてくれてる皆さんも本当にありがたい。でこのこういうそのユイクリニックがあのそういうことができてるってことも本当に改めてありがたい。だからこの周年記念でやっぱりあのユークリニックってすごいなってあのありがたいなって思います。はい、なのであのこの早期生殖であの会員の時からあのお母さんと赤ちゃんを離さずにあのいてくれるっていうところありがたいなと思います。であの妊娠中を産後頭部して赤ちゃんとお母さんをサポートする、でカウンセリングに関してもまだなかなかあの十分じゃないところもあるかもしれないし、もう普段に忙しさに紛れてあの私もまだなんていうのかな、十分じゃないなって反省することは本当にしきりなんですけど、でもあのそうやってあの絆づくりのサポートをあの本当にいろんな職種の人がみんなで支えてくれるっていうことがありがたいなと思います。であのこれを子供への眼差しはね、もうあの20年以上前に書かれた本で、佐々木先生の本もあのいつ読んだかな、長女があの小さい頃に読んだのかなって99年ぐらいに出た本じゃないかなと思うのであれなんですけど、であの心を育てるあの子供があの小さいうちにあの基本的信頼感っていうのを育てるっていうことで、自分は大切にされて周りは信頼できるんだ、そういう気持ちを育てるためにはあの子供が訴えたことそれにもう答えすぎることはない、もういくらでも答えてあげていいんだって、抱き癖もなくいっぱい抱っこしてあげる必要がある。でその時にお母さんが疲れててサポートがないとあの
赤ちゃんを抱っこするお母さんの気力がない、だからお母さんも支えてあげないといけない、でそういうところをで、あの現代のやっぱり難しさ、自分自身がやっぱり子供をあの育ててる時に、あの一人で子供といる時に楽しく子供と抱っこしてずっと過ごせなかった、小さい子供が小さい時にあの育児に全然楽しめてなかったなっていうのを反省することしきりで、だからこそお母さんたちにでも子供とお母あの子供っていうのはお母さんに抱っこされすぎるってことはないし、お母さんとの絆作りっていうのはあの本当に心を育てる上で大事で、あの3歳までが本当に大事っていうのをね、あの言われてますけど、このオキシトシンホルモンを早期接触でしっかりサポートする、この生まれた時にそれをしっかりできないでいると、やっぱりこれをやってもうちでもね、やっぱり赤の子供が可愛いと思えなかったり育児困難抱える人たちっていうのはいらっしゃるんですね。でそれもだから生まれてきた時のその人の生育歴とかもあるので、たかだかカウンセリングの少しの関わりっていうのでは十分サポートできないってこともあったりはするんですけど、でもやっぱり早期接触で赤ちゃんをしっかり抱っこして、お母さんがオキシトシンホルモンをしっかり出していく、でそれからあとお父さんもですね、あの早期接触をすることでですね、あの早期接触非接触ってことでね、お父さんの抱っこっていうのも前あのあんまり一生懸命やってなかったんですけど、やっぱりお父さんもあの早期接触をしてオキシトシンホルモンを出す、でいちいち立ち合いもねあんまり十分させてあげられなかった時もあったんですけど、お父さんがあの立ち会ってなかったとしてもお家帰ってからぜひ早期接触をして、肌と肌、人間動物なのでしっかりこの五感を感じる、匂いを感じて、あの肌を感じてっていう風にすることでオキシトシンがたくさん出てくるんですよっていうところをやっぱりあの感じる、あの知ってもらって、お父さんこそお父さんのスイッチっていうのはお母さんよりも入りにくい、ただねあの山形先生の方にもあったんですけど、お父さんもそうなんですけど、お母さんもお母さんスイッチっていうのがなかなか入りづらいこともあったりする、いつまでも母親になれずにやっぱり自分優先、子供優先じゃなくて自分優先でいたい人っていうのは世の中たくさんいるわけですね。でそこでいかにお母さんスイッチを入れて子供をあのもうすごくあの母のとして子供優先にしたいっていう気持ちをあのかきたてられるかっていうことがやっぱり育児のやりやすさっていうのに関わってくるよっていうところなんで、それをでもやっぱりあの早期接触して母乳育児をして赤ちゃんをいっぱい感じるっていうことが、まあ、よりやりやすくする、でそれができなかったとしたら理性でやっぱり赤ちゃんを感じるっていうこととあの子育てっていうところをあのやっていかないといけないっていうのは非常にあの育児が大変困難になっていくことがある、それをやっぱりこの動物のスイッチ入れるってことでホルモンを働かせるっていうのはすごい大事かなと思います。で早期接触ね、あのユイクリニックの早期接触もあの動画でアップできたりとかしましたけど、その辺のあの絆作りの大切さ、先ほど山形先生の本もそうだし白川先生の本もそうだし、どちらもあの受付でも販売してるし扱ってるし、であの山形先生の本もあの野口先生がとってもたくさん送ってくれたので、ぜひ私の話を今日聞いてやっぱりもう一回読んでみようかな、あ読んでみようかなって思う人には皆さんお貸ししますので、ぜひ私に声かけをしてください。であの本読む時間ってなかなか取るの厳しいなっていうところかもしれないんですけど、締め切り作ってやっぱりこう自分に課題を作ってあのこなしていくっていうことはあの自分のあのなんていうのかな、あの自分ってできるって認める力にもなっていくと思うので、何か目標を作ってそれを達成していく、でこれができたよし次っていう風にあのぜひどんどんあのやっていってもらいたいなと思います。それこそがあの仕事の中でこういうことをあのやっぱりやりたい、あのそしたらそれに関して目標を作って達成していく、それがより幸福感につながっていくんじゃないかなと思います。であのレジリエンス、子どもの心がですねあの折れてあのしまわないようにっていうところでも、あの一番最初の私たちが関わっているのが基本的信頼感の獲得、脳幹部、脳の一番あの基本の部分に私たち多く関わってきています。でそこを大切にするということで、妊婦さんと生まれたて あの赤ちゃんたちを大切にしていくということを私たちは大切にしていかないといけないなと思います。で、まあ、ちょっとこの辺はあの YouTube 動画であの親子の絆作りあのアップしてますので、ぜひもあの復習してあのこの話見てもらいたいと思います。である程度大きくなった人、あの子供には読み聞かせをしてあげるということでですね、ぜひあの私のこれはおすすめです。で落ち着いて聞けなくても読んでる大人にプラスになると、もうあの
太郎先生にはお前がやり自己満足だろうぐらいに批判されて子供たち聞いてないじゃないかぐらいに言われたんですけど、もうそれでもいいからちょっと引っ張ってねコミュニケーション最近ちょっとできてなくないんですけども、なんかもういいよ聞かないとか言われて、でもその代わりに一応これだけはということで毎日合唱合席とモーカー運動と替え歌体操と一緒にやってるっていう感じですね。はい、それはや読み聞かせは今やってないんですけど、でゆいクリニックっていうのは太郎先生がつけてくれた名前ですけど、まあ親と子の絆づくり基本的信頼感が育まれる場としてゆいクリニックを作りました。お母さんと赤ちゃんの絆づくりのサポートを行い、その強い絆が家族社会未来にも広がっていく、そういった思いで名前をつけて経営理念も作りました。赤ちゃんは私は人生の目的を持って生まれてくると思うんですね。でそれがお産の時にじゃそれをトラウマを抱えてそれを克服するために時間を費やすっていうのはもったいないなって思うので、それがなるべく少ないそういったお産をサポートしたいというふうに思っています。で早期接触の写真もね、もういつも皆さん助産中心に助産師さんとかねお産の時に撮ってくれて本当に素敵な優しい写真をね撮ってくれてます。でゆうクリニックでは自然なお産、産む人の力を最大限に引き出してお産を通して産む人が自分の力を実感する、早期接触もお母さんとお父さんとそれから母乳育児とこういったことを柱にね親子の絆づくりをしていく、あとは栄養療法や漢方、ホメオパシー、禁煙外来、子宮がん検診、乳がん検診、更年期治療、婦人科の一般診療、あと予期しない妊娠のサポート、予防接種、産む前から産み終えた人、産まない人を含めた女性のサポート、こういったこともね広く婦人科だけでなく取り組ませてもらっているのも外来スタッフメンバーを含めたくさんの人のサポートがあってこそで、本当にこの場を借りて改めて感謝します。そしてプラセンタの組織療法ができているのもそれを作ってくれるスタッフがいてくれるからこそで、本当にありがたいと思っています。あとはイートやね清潔しらくとかいろんなね興味がありすぎて、いろんな自然療法それぞれに極めている人たちがたくさんいる中で、私が手を広げすぎて、まあ、今後もですね取捨選択して本当にうちでこれだっていうふうにちゃんと進めていけるようになっていけるんじゃないかと思いつつも、今本当にこれいいかもって言ったらいろんなことをトライアンドエラーやって続けていけるものもあるし続けられないものもあるしって中で、今後もより良いサポートをやっていきたい、自分自身のも健康でいて、みんなが健康でいられて幸せに仕事ができて、みんなが関わる人たちが幸せになれるっていうことをやっていきたいなと思ってます。でこの山形先生がですね子どもは未来からの使者であるという言葉をね引用してお話しされてたんですけど、子どもたちっていうのは未来の幸せからな国からやってきて幸せな国を建設する力を持つために今準備している人たちですと。で山形先生は産む人を母に、生まれる人を人にっていうことでそのサポート、私も山形先生を見習って今後も頑張っていきたいなと思います。最後にですねもう一つですね前から言ってるように他人と過去と他人は変えられない、変えるのは自分と未来っていうのを数年前に言って、だから自分は変わって頑張りますっていうふうに言ってたんですけど、もう一個踏み込んでですねYS メソッドを学んで去年ちょっと一言言ったと思うんですけど、過去と未来は過去と他人は変えられないんですけど、過去をどう捉えるかも他人との関係も変えられるっていうことから、そうすると過去も変えられる、他人も変えられるのと同じことだというところなんですね。でそれをうまくするキーとして YS メソッドの法人会員になりました。で全てのスタッフがこの YS メソッドのいろんなセミナーだったりとか動画とかを無料で見れることができるようになってます。でこれに関しては来週の全体ミーティングでまた詳しく説明したいと思いますが、進化開発があらゆる悩みの問題を全て解決できる人生のマスターキーですということで、また紹介していきたいと思います。でやっぱりねこの間もね涙を浮かべて、だからみんな辞めたくなるのよって言って怒られた日にはもう本当にすいませんっていうふうに言うしかないんですが、私自身至らない、本当にその辺申し訳ないと思ってますが、でもそういうことがあって反省して、でより良くなるように前に向きに頑張っていこうと思ってます。はい、で初心に帰って、まあ、改めてですね皆さんに感謝してます。本当に
こうやって振り返るとやっぱり本当に ありがたいなと改めて思います。なのに自分がいや自分が至らない申し訳ないですが、でもこの10年を振り返って良い方に変わってきてる、去年より今年より来年と変わってきてるっていうふうに私自身は思えてるんですね。で、客観的にて神の歩みかもしれないんですけど、やっぱり前進できてるっていうふうに私は思っています。で、皆さんが客観的に見てあすごい良くなったねって思ってもらえるようにもっともっと頑張るし、この間のようにこうなんか批判があったら本当にすいませんってその時謝ってまた前向きに頑張っていきたいなと思います。でやっぱりもうなんていうのそんな耐えられないって言ってやめられる方もいるし、幸福感あふれる職場になりきれなくて辛い思いをされる方っていうのもいたりとかして、私の不徳の至るところで申し訳ないと思うんですが、今日改めて経営理念で皆さんとシェアしたように私の目指すところっていうのはやっぱり会の時から経営理念こうやりたいって言ったことに関しては変わってないなと改めて確認できました。ありがとうございます。ありがとうございます。次は池原さん。いや、次はですね。どの講演なんですか。池原さん。池原さん、じゃあ準備しておいてもらっていいですか。はい。じゃあ、リーションを。話しましたけれども、その当時からですね、ずっと、お勤めになってらっしゃる方、今日はお二人ですね、表彰という形で出させていただきたいと思います。まずはですね、宮城純子さん、はい、祝10周年表彰状、宮城純子殿。あなたはユニクリニック設立以来10年を精力に勤続され、クリニックの発展に大きく貢献されました。